15世紀中頃、後継者争いによって幕府の支配力が低下していた。細川家と山名家は幕府の力を二分し、権力闘争が激化していった。そして均衡が崩れる時がやってきた。両者は20万余りの軍勢を結集し、京都で決戦を繰り広げた。京都は瞬く間に戦火に包まれた。100年にわたる戦国時代はここに幕が開かれた。本日の戦によって我々の運命が決まる。さあ、この戦を歴史に刻むのだ。我らはこの混乱の中、矛を交えるも紛れもなく信念に忠実な武…時は乱世、物がどこへ帰るべきかもわからず。敵の方に隙を見つけました。その子を連れて急いでお逃げください。我々が命に代えてもお守りいたします。うん、分かった。感謝する。あなたは大名の松平に助けられ、戦火の南。その後、あなたは宮本武蔵から厳しい。君はもともと才能に恵まれていた。そしてこの16年間で飛躍的、君をここに連れてきたものを覚えているか。ここ数年彼と手紙で連絡を取っていたのだが、君では今後傭兵を自…うん、結構。現在からね、協力し合うのは問題ないようだな。乱世に生まれたからには、この乱世を生き抜き、天下取りを成し遂げてみせ、天下の移り変わりは、はっ、支配している。殿お、ふん、司会がいる限り。では上主、松平殿も。兵たちよ、準備は整った。お口の続兵の、お水がも、これで続軍が出陣します。進路を見て、兵種には松平旧兵部、
松平ひろ準備か。視界の風魔小太郎は腕が立って素早いやつだからな。逃げられたのも視界は疲弊しています。遠くへは逃げられない。まさかこの俺が負けるとは。だが運よく向かう先の道がでも大丈夫。賊の砦を完膚なき。兵士は戦闘中。これで賊退治の道も問題な。深い風魔小太郎、貴様の負けだ。風魔小太郎、この俺がよもや敵の婦人を見、あなたはこの乱世で、おい本気でそんなこと。頂点を極めた者は新しく優秀な。出陣する武将数を増や、一つの部隊は最大4名の武将。建設完了をのんびり待つか、出陣できる。風魔小太郎が出陣できましたね。一つの本殿をレベルアップ。今は各地の大白鳥は持つ。まずはこの乱世で。そうだね。倉庫には資源を保存。
レベル1の途中。このモードでは試練でレベ試練の守備。この画面では庭長秀の挑戦完了。その位置だと大変。戦闘中は土地を攻撃する前に危険だから舞台を選んで通路アイコンをタップすると左上のミニマップを勝敗は陛下の常。さまざまな方法で武将を強化して勝敗は陛下の常。敗北。困難に立ち向かい栄誉を守る。